和所下町探偵団源さんです。昨日に引き続き隅田川華僑オリンピック仕様のご紹介なんかちゃんと決まらないな、いつもオリンピックバージョンのちょっとね洒落たライトアップが隅田川の橋は、いくつも施されてるっていうんで、それをちょっと紹介してるのだ。で昨日はまあ話したけど、ライトアップされてる橋とされてない橋なのね、まあ、それぞれ理由はあるんだけど、で昨日は清洲橋まで行って、でその後ピョーンと飛んで今度蔵前橋です。いつも真っ黄色でこれはこれで綺麗なんだけどね、今日はやっぱり上の方が青だとか赤だとかちょっと色とりどりになってていい感じだね。今初めて気づいたんだけど、なんか随分水位が高いね。大丈夫かね。で右側に向くと、はい、今度こっちが蔵前橋の一つ北、馬屋橋もね、なんかそんなにギラッとくる感じじゃないんだけど、ほんのりといろんな色が使われてるでしょ。これいつも真っ白じゃなかったかな、馬屋橋は。まあとりあえずいい感じでしょ。ここもなんかオリンピックってことでなんかね多彩な色使いでみんな綺麗だよね。まあ昨日も言ったけど、ちらっと言ったけど、オリンピックからあって正式にやっちゃうと黒、緑、赤、黄、青でしょ。黒って難しいよね。黒いライトアップってやりようがないもんね。なので正式な5色じゃなくてもいいっていうことなのかな、まあ、割とそれに準じる色ってことで、まあ昨日見ていただいた方は結構綺麗な橋があったと思いますが、今日もこれからまだまだ綺麗な橋が続きますんで、続きますんでっていうか、まだ橋は行ってないんでわかんないけど、まあ、見てみてください。多分橋の事前リサーチによるともっといいのがバンバン出てくる予定です。はい、次は駒形橋と東橋、夜の公園。不気味だね、こんなとこで子供がブランコで乗ってキーコキーコとかさしてたらちょっと怖くなっちゃうね、逆に。はい、駒形橋。駒形橋もなんだろうな、みんな欄干のとこの色だけ変えてごまかしてるようにも見えるんだけど、まあだけどちょっとね普段にはない色使いしてるときらびやかに賑やかに見えるよね、駒形橋。でね、こっち側、ここはさ右に墨田区役所、左に浅草があっても、もともとここは派手なんだけどね。だから、まあ、いろんな色使ってんだけど、前からいろんな色使ってたような気がするし、どこがなんかオリンピック仕様なのかよくわかんない。前からオリンピック仕様みたいな色なんで、まあ、ここもとりあえず賑やかな色です。じゃあ次行ってみましょう。あれ待てよ、リバーウォークってなんだろうな、鉄橋の下を走る人道橋が今あるんだけど、ここからちょっとかすかに見える。あそこもライトアップしてんのかな。リバーウォークのところに来たのだ。あそこね、さっきも言ったけど上に鉄橋が走ってる、東武線がね。で下のちょっと空いた空間を人道橋として、今回っていうか最近ちょっとね観光用にというか、
作りました。まあ、近くに駒形橋、まあ、吾妻橋があるんでここに橋作る必要あるのかなとか言われちゃってると、まあ、まあそれまでなんだけど、まあ鉄橋の下を歩いて渡れるっていうのはなんかおしゃれなんじゃないの。でね、もともとここね、そういうちょっとおしゃれ要素があるんで、もともとキラキラしてんのよ。でね、確かね、やっぱり医療従事者用に真っ青だったりとかするんだよね。で、今回もいろんな色が使われてオリンピック仕様って感じじゃないじゃない。多分普段通りなんだと思うよ、ここは。うん、じゃあそういうことで終わり。お、駒形橋じゃなくて琴土橋。やっぱり他の橋がみんなこれだけ綺麗にねえ彩られてるとかえってあれだね、比較しちゃうね。さっきも言ったけど、ここは国道なんで、対象外だそうです。ここも隅田川架橋の一つだった。すっかり忘れてた。ちょっとね、毛色が違うんだよね。ライトアップとか関係あるかな。桜橋、やっぱりオリンピック仕様っていう感じではないかな。まあ多分いつも通りだと思う。ここはね、花火とかね、花見の時に大活躍の人道橋、桜橋。まあ自転車通れるのかな。だけども車通れないから、で、ここちょっと変にね、道もね、入り組んでるんで、ちょっと遠くからも、この橋があるっていうか、この橋自体が存在感を出してないんで、わかりづらいよね。わかりづらいから、あんまりお金かけてライトアップしなくてもいいってことかな。うん。綺麗な星だと思うけどね。うん、ただ周り何にもないから多分物騒なんだろうね。だからライトアップせざるを得ないんじゃないかな。まあでも桜橋については 2,3 カ国通ってるし、まあいいでしょう。じゃあ最後いきます。最後は白髭橋。白髭橋まで来るとちょっと遠くまで来た感じするね。で、まあ厳密に言うと白髭橋より先にも千住橋だっけ、まあ橋はあるんだけど、まあ下町探偵団的エリアかなとしてはここが一番最北端なんで、一応これで割っとくのだ。なんか綺麗でしょ。綺麗だけど今までとはちょっと趣が違うよね。なんかいろんな色で彩られてるって感じではない。まあ一色なんだけど、なんか白いよね。金色って聞いてきたんだけど、金色っぽく見える。まあいろんな色で他の橋は彩られて、最後この橋で金メダルを取って元気に終わろう的な意味なんだけどまあそういう風に捉えてもらえれば、まあ一応大団円、大円団かなみたいな気はしますけどね。うん、でもまあ逆に今までがなんだろう、ごちゃごちゃしてたんで、こんだけ単一色でバーンって来られると結構これはこれで綺麗な気はしますわね。単色じゃ最後はねって言われる人もいるかもしれないんで、ちょっと最後におまけをお見せして終わるのだ。白髭橋はでもあれだね、なんか橋に
登っちゃうと意外と橋の上からは景色良くなかったりするんだけど、結構高高としてるねこの橋は。うん、いいね。で最後はここ、まあ隅田川でもないし橋でもないんだけど、やっぱりここら辺でライトアップといったらここを落とすわけにいかないでしょう。スカイツリー5色のライトアップが天空にそびえ立ってます。展望台のところにオリンピックのマークも見えるね。やっぱり黒は難しいんだね。黒の代わりに白なのかな。まあそんな感じで今日のとこ終わっとくのだ。オリンピック皆さんエンジョイしてくださいませ。これでいいのだ。